皆さんこんにちは。今回は、アルハイゼンのコンボを解説する動画です。よろしくお願いいたします。で、最初になぜアルハイゼンにはコンボが必要なのか?という点から。はい、アルハイゼンは、基本的には宅工業を獲得して通常攻撃、銃撃、落下攻撃に、草元素を付与して戦うアタッカーです。ですが、草元素をアルハイゼンに付与するには、元素爆発、元素スキル、銃撃は落下攻撃ヒット時。この3パターンしか存在せず。元素付与されていないアルハイゼンはただの筋肉おじさんです。で、ここで何が言いたいのかというと、適当にスキルや爆発、そして銃撃や落下攻撃を行うと、アルハイゼンがすぐに宅工業を消費しきって、すぐ息切れしてしまう。火力や元素付着頻度がかなり落ちてしまう場合がある。一言で言えば、適当に使ったら本来よりも弱くなってしまうことになる。宅工業を管理する理由二つ目ですが、同じようなことですが、宅工業が3枚の時の方が、追撃回数、付着頻度、が強いです。ご覧のように枚数次第で4ヒット、2ヒット、1ヒットとなり、できるだけ3枚を維持する方がアルハイゼンを強く使えます。ここまでのまとめです。宅工業はアルハイゼンには3パターンの入手手段があり、できるだけ分散させて獲得した方が、アルハイゼンの継続火力を上げたり、元素付着頻度を増やすことができます。で、こちらは管理する利点だね。なるほど、管理することによりアルハイゼンが強くなるんだな。そういうことです。ですので、少々爆発とスキルを適当に使っても、仕事できるキャラとは違い、一層理解することが大事なキャラなのです。ということで、実戦が気になる方向けに、基本となるコンボがこちら。爆発からスタートして、通常を4回とダッシュ。ジャンプでもいいです。その後通常を最終段まで振って、スキルターン押しをここで使用して、再び通常攻撃を最後まで振って、その後通常と銃撃。あとは、もう一回通常を押してもいいし。はい、入力を複雑化させないための、基本的なコンボになります。この後の流れは、どのモーションが最適になるかを考察して、最後に、完結したコンボを2個、3個程度紹介して終わります。カジュアルプレイの方は、これくらいがアルハイゼンを安定的に使える、安定的なものだと思います。かなり単純化されていると思うぜ。何なら全部通常後でもそこまで変わらんでしょう。続いて、アルハイゼンの通常攻撃について。はい、通常攻撃ですが、通常2度目、あるいは通常3度目がヒット数、モーションともに優秀です。ですが、通常2打ひたすらダッシュやらすると、スタミナが枯れるので、基本的には通常3ダッシュ、あるいは通常3銃撃というのが良くなります。ダッシュが無限に使えるなら通常2銃撃とかして回していいと思うけど、スタミナはパーティー4人で共通だし、アルハイゼンだけで毎回そういう感じに使えるわけないもんね。ということで、通常さんが優秀という結論。続いて、銃撃ですが、任意コンボのところで通常1銃撃連打はやめた方がいいです。どうしてだ?大体そう倍率は一番稼げるよな?はい、厳密には激化編成以外ではそうでもいいかもしれませんが、激化をする場合は特に注意で。こちらをご覧ください。アルハイゼンの銃撃は2ヒットどちらも倍率は同じです。お分かりいただけましたか?どういうことだってばよ。通常1銃撃のコンボ連続でしたのですが、激化は最初の銃撃の1発目でしか発生しておらず、激化は反応回数が大事な都合上、激化が銃撃の時に起きないので、通常1銃撃に固執する必要性は薄そうで。余談ですが、通常と銃撃は ICD 別々ですね。簡略化しますが、通常1発目で草激化、そして銃撃1発でも超激化しています。通常1発目で草激化の表記、そして、銃撃は草激化ダメージの6520です。ですので、通常と銃撃の ICD は分離されております。
ですが、4ヒット目でも付着しないので特殊みたいです。最後、元素爆発ですが、爆発発動時に宅工業霊媒で発動したいのはもちろんですが、爆発発動から少しインターバル、具体的には2秒後に補充されます。この合間にキャラチェンジを挟めます。例えば、忍のスキルやナヒーダのスキルですね。硬直が短いと、2秒以内に戻ってこれるんだな。はい、ですがこれは回線環境が良かったり、ノックバックされていなかったり、処理落ちが起きていない場合にのみ可能で、ローテーションを最適化できますが、基本的には非推奨です。乱戦とかだと、普通に処理落ちとかあるしね。で、もちろんですが勝利スキルとかは間に合いません。ということで、最後にコンボをいくつか紹介して終わりたいと思います。それでは、最後にコンボをいくつか紹介します。まずは、爆発から通常3を3回繰り返して、スキルを打って、通常3銃撃と、任意のコンボは通常1銃撃か、個人的には通常3銃撃を繰り返すことを、激化編成なら推奨したい。多分単純火力は通常銃撃ループが一番火力でそう。比較的簡単なコンボかと思います。続いて、こちらのコンボ。爆発とスキルの合間に、通常4と通常3を挟み、その後は、通常3ダッシュ、通常3銃撃、通常3ダッシュ、通常2銃撃。書いてあることは少し複雑ですが、こちらは、スタミナを温存しやすいコンボとなっております。比較的、スタミナが余ると思います。覚えるのはちょっと大変な気はするぜな。まあ、紹介したコンボの中から、5つ、しっくりきたやつを選べばいいと思います。任意ってしてますが、そのままチェンジしても大丈夫かと思います。次は、爆発後すぐスキルのショートローテーション。爆発スキルとして、その後通常4ダッシュをした後、通常3ダッシュと通常3銃撃を交互にします。銃撃の後にダッシュをすると、攻撃可能回数が増えます。最後に宅工業で2ヒットが発動するのがいい区切りなので、銃撃の後ダッシュをする場合は、通常3銃撃を繰り返しましょう。ただし、宅工業獲得の時間がずれるので、スキル後の通常4ダッシュ、通常3ダッシュは、意識してやりましょう。こちらのコンボは比較的ローテーションが短くなるのが特徴です。シュルと合わせるときとかに便利かもしれません。最後はスキル指導です。上空へスキルを設置して、落下攻撃をします。その後は任意のコンボですが、必ず最初は通常銃撃コンボで、その後のコンボは任意です。銃撃の付着が通常に銃撃だと毎回起きていない感じがしたので、通常1銃撃の後、通常3銃撃ループを、スタミナ管理を含めて激化時は推奨します。それ以外は多分通常1か通常2の後銃撃ループが良いと思います。単純な倍率はそっちの方が高くなると思います。通常3銃撃ダッシュの場合、だいたい3回くらいで宅工業が全部なくなりますね。ということで、アルハイゼンコンボ考察動画でした。任意コンボは困ったら付着なら通常3銃撃。他だと通常銃撃、通常3ダッシュなんかがおすすめです。いかがだったでしょうか？よかった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。